阪神、二つの懸念材料。このところの阪神は受難続きだ。オープン戦9連敗はあくまで開幕までの調整段階とはいえ、ミスも目立ち、敗戦の内容も疑問視されている。特に昨年、鉄壁とされた救援陣では、ここに来て昨年、50試合登板のリリーフ左腕、岩貞祐太が3月9日のヤクルト戦で同点の7回に登板。先頭打者への死球から自身の悪送球、連続四死球での押し出しと内容が悪かったために軍落ち、右腕の石井大地も不調。昨年、驚異の救援防御率 2.39 をマークした、勝利の方程式にほころびが見えているのは心配なところでもある。さらに、第3の保守問題もある。梅野龍太郎がキャンプ中に右肩肉離れで離脱。昨季も併用していた坂本誠志郎の力は安定しているとはいえ、有事を考えて、第3の保守育成は急務となる。対象となる、4年目保守の栄田祐希、同8年目の長坂健也の実戦でのリード面に岡田監督は不満な様子を見せるなど、守りの野球を標榜するチームに気がかりな材料が増えている。オープン戦9連敗もあくまで対戦自弱の姿勢を崩さない指揮官がいかにしてチームを整えて29日の開幕戦を迎えるのか。残り時間も少なくなる中、今後の調整の内容も注目されそうだ。どうしてもなん癖つけたいみたいやね。今年は期待しない、その方が気が楽。無理に連覇にこだわることはありません。まあ問題ないですね。中継ぎ陣は確かに多少心配だが、懸念材料が他に第3の星くらいとは、本当に強いチームになったってことか。不安があってシーズンに入った方がいいよ。それよか、こうもホームランが出ないもんかね。具体的ではないけど、今年の阪神は去年のようにはいかないと思う。ハラハラドキドキの試合が多そう。阪神優勝してもほとんどトレードもしない問題は、ドラフトにて戦力の星指名しなきゃダメです。懸念材料ございません。岩貞石井がいなくても代わりはおります。梅野の回復は順調でございます。まあ今年は徐々にエンジンかけていくシーズンだろう。4月は多分打てないだろう。5割前後で乗り切ってくれればいい。この頭数投手陣で岡田監督の采配があれば優勝争いはできる。投手の層は厚いシーズン戦える枚数はいる。第1の保守もままならない、頼りないチームがある中、第3の保守で心配してるだけ強いチームの証。何も問題ない。1番の懸念は4番打者だと思うけど。今年は混戦になりそうだな。